お久しぶりです。 3D プリオです。今回は自作 PC を組み立てていきます。コンパクトでシンプルなデザインに惹かれて欲しかったケースが最近再販されたので購入しました。使用するパーツはこんな感じです。グラボとメモリーは今まで使用していた PC から移植します。このケース税込み5万円超えとお高いんですけど、 650W の電源と簡易水冷クーラーとライザーケーブルがついているので、まあ妥当かなと思います。カバーは工具いらずで、前面と背面のパネルを外して、あとは残ったコの字のパネルを上にスライドすると外れます。コの字のパネルの内側にはマグネットでフィルターがついているので、埃の侵入は防げそうですね。箱の中には付属品と取説なんかが入っています。ラジエーター上の2本のネジを外せば内側にアクセスできます。ケーブル類の長さはこのケースに最適化されていて、長すぎて持て余すということもないです。では組み立てていきます。マザーボードに M.2 SSD を取り付けていきます。初 M.2 です。こんなに小さくてマザーボードに直接させてケーブルいらずで、すごい時代です。CPU も初ライゼンです。メモリは後から挿した方がやりやすそうなので、マザーボードを固定していきます。ドライバーは長めのものでないとフレームに当たって斜めになるので締めづらかったです。もともとインテル用のブラケットがついているので、ちょっと硬いですけど、スライドさせて外します。AMD 用のブラケットに緩めにネジを締めておき、水冷ヘッドに取り付けます。グリスをつけて水冷ヘッドを押し付け、ネジを締めます。ケーブルはある程度レイアウトされまとめられているので楽でいいですね。オーディオケーブルが差しづらく、カバーを外さないと無理でした。
ネジを締めながら何か忘れているような気がしていたら、やっぱりメモリーを差し忘れてました。メモリーを差し、マザーボードの裏側のところにグラボを取り付けました。このケースに外排気タイプのグラボは向きません。構造上、グラボのリアパネルが下になります。ケースの後方にしか隙間がないので、そこに熱がたまります。ここのパネルを外せば 2.5 インチストレージがあり、2個取り付けできます。グラボの補助電源も忘れずに挿しておきます。これでパネルを元通りにして完成。一応グラボの温度を確認するため FF ベンチを走らせてみましたが、やっぱり高いですね。グラボ側のパネルも結構熱くなったので、うまく排熱されてないっぽいです。まあ最近はそんなに要求スペックの高いゲームもやらなくなったし、まだグラボも高いのでしばらくこのままの予定です。あと SSD のベンチも測定してみましたが、ほぼスペック通りのベンチ結果でした。温度の方はマザーボードの背面に設置した方が73度と高かったので、ヒートシンクを取り付けました。結果、61度まで下がったので、効果はありました。ということで、今回は自作 PC の紹介でした。シンプルでコンパクトな PC を組みたい方には、おすすめのケースだと思います。今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。